はい、引き続きドルトモントじゃない ブンデスリーガのパーソナルブレイクです。ご依頼者 DMDM5355 さんですね。英語の DMDM 数字の5355さんですね。はい、じゃあこちら開けて本日発送いたします。やっぱね、ムココ君とベリンガムの2枚看板なんですかね。まあそこのね、ベース自体がもう2、3箱1ぐらいですから。その辺をいかにこうね、ボックス開けた時に出てくるといいなと。光るともっといいなと。シリアルついたら、ね、キリンさんよりいいな。こんな感じです。まあデザインもね、作りも非常にいいのでいいですね。今トップスさんはイタリアで作ってますけど、うん、非常に作りはいいです。カードの。じゃあよろしくお願いします、はい、うん、パープルですね。まずシリアル299、レイナで、ピンク、ピンクウェーブ、アダムスさん、これ75です。これも普通のピンクも75だし、ウェーブも75。はい、リフですね。シリアルが2枚にリフが1、青、はい、ルーカスさん150の39、シリアルがもう3枚目です。でインサート、フューチャースターズ、こちらが箱で3枚ぐらい出ます。ダイカットのインサートは2枚ぐらい、はい、リフですね。これですね、ダイカット。これが2枚ぐらい出ます。あ、これ何これ、あ、ルーキーダストの前に、あ、これ初めて出てた、ムンズスリーガトロフィー。あ、これ何、レアのインサートなんじゃないですかね。え、これ初めて見ましたよ。これレアなインサートだと思います、多分。はい、オッズでは全然当たりなんじゃないですか。はい、リフ。あ、金オート、金オートだ。ちょっと逆さですけど、このまま、はい、ディアビーさん、モッサーですけど、はい、金リフのオート来ました。フォワードなんだ、どうなんですかね。58の60、金利フォート60なのかな、うん、モッサーでしたけど、はい、ディアビー、いやそのまま読まないよね多分これね。ということで、まあなんか、まあ箱としてはまあまあいいんでしょうね多分ね。よいしょ。結構ね、消費量、これなんだ、あ、ベリンガムルーキー来ました。これなんだ？あ、これなかなか出ないんじゃないですか。ハーランドっすよ。しかも。ねえ。おお。おめでとうございます。これいいんじゃないですか。この箱いいんじゃないですか。3回ぐらい見ました。リフです。ダイカット。フューチャースターズ、キミヒーリフ、
遠藤さんのリフ来ました。遠藤さん、あ、グリーンでした。アンドレシーバーのグリーンと、ほら2枚やっぱシリアル入ってるのあるわ。9935250シリ、同じパックですよこれ。ねえ、はい、ということでなかなかなボックスだと思いますよ。全然当たりだと思いますよ。おめでとうございます。はい、これは初めて見ました。これもなかなか出ないと思いますよ、箱1じゃないので。あとはベリンガムの RC も出たしね。はいね、こんな感じです、うん、はい、ということで忘れずにちょっとポーカーをして、ね、はい、左のタブが天井、右のタブが、DMDM さんで、 DM さん先行で3回押します。1、2、で3。ストレートが欲しかったですね。ここが7とかだったらね。で、ノーハンドですね。で、ノーハンドの場合はもう店長はやらないようにしました。時間ロスなんで。はい。ということで、こちらで梱包して本日発送いたします。これはいいですね。かっこいい。はい。ありがとうございました。またよろしくお願いします。